後半戦は山口東京理科大学のキックオフで試合開始という形になります。キッカーは65番の田島が務めます。星稜高校出身の1回生です。姉妹大学はリターナーに10番と36番を配置しています。姉妹大リターン、リターンは10番中央切り込みまして自陣40ヤード付近の攻撃位置を得ています。この位置から姉妹大学の攻撃となります。リターンは10番は村田、新田高校出身2回生です。姉妹大学自陣38ヤードからのファーストアウト。さあまずフルバックのダイブプレー、キャリア10番ハンドオフを託されまして密集点突破し約3ヤードのゲインと書いています。ここで島根大学はフレックスボーンフォーメーションを投入してまいりました。島根大学セカンダウンセブン、島根大学ファースター。島根大学トスをしましたウィングバックの、いやモーションしましたウィングバックにトスをしまして左オープン展開させ、36番左オープン突き出して攻撃権更新です。島根大学ファースター。攻撃権更新果たしたのは36番の野本です。三田松雲館高校出身2回生。島根大学ファーストダウン10、今度は島根大学カウンターダイブをランニング枠10番に託しました。ハンドオフを受けた10番裏をつくように中央突破しまして約4ヤードのゲインとしています。近年話題ではありますが、ある意味ノスタルジックなこのフレックスボーンからのオプション攻撃を展開しています。フォーメーションを変えました。ショットガンフォーメーションにします。これは山口東京理科大学ナイスディフェンス。ショットガンフォーメーションからランニング枠10番にハンドオフし中央へのランプレーを展開しようとしましたが、これは山口東京理科大学8番対応しましてこのラインランをゲインなしの形に変えております。サーダウン6に変わります。島根大学サーダウン6、ファースター。今度オプションプレーをショットガンフォーメーションから展開しクォーターバック10番キーププレーで攻撃権更新です。姉妹大学ファースター。見事攻撃権更新を果たしたクォーターバック15番は松村、倉吉東高校出身3回生です。トルテ様メッセージありがとうございます。確かに一部の現在4校の状態ですとここで山口東京理科大学上がりますと山口県勢が2校という形になります。その点においてもこの一戦は非常に大きなウエイトを占めます。
さあそれを阻止すべく島根大現在攻撃を展開中。ボールオン相手陣39ヤードからのファーストダウンテ、ナイスゲイン、ファースト。今度はフレックスボールフォーメーションからランニングバック10番にハンドオフ。ダイブプレーで10番そのまま一気に攻撃権更新としました。島根大学ファースト。さあ島根大学がここでショットガンとフレックスボーンを巧みに織り交ぜる形で攻撃権展開して攻撃を展開し、相手陣11ヤードに入っております。さあここから一気にエンドゾーンを狙わんという状況に入りましたが、山口東京理科大阻止できるでしょうか。島根大学ファーストダウン10。ここでモーションしておりましたウィングバックにオプションピッチ、裏をつくように外で展開しようと36番に託しましたが、これは山口東京理科大1番対応しましてランのゲイン1ヤードにとどめております。キャリアは36番の野本、三田松雲館高校出身2回生、仕留めましたのは1番の酒井、八幡高校出身の2回生です。島根大学セカンドダウン9、ボールオン相手陣10ヤード。タッチダウン。ここで島根大はカウンターダイブで10番に中央突破を図られました。10番見事にこの期待に応え一気にエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。島根大学10番の村田のランによりまして6点追加となっています。このキック決まりまして1点追加です。島根大学20点、山口東京理科大学8点。島根大ここでフレックスボーンフォーメーションを投入しまして、オプションそしてショットガンからのランプレーによって見事タッチダウンを重ねる形に成功しております。現在配信をご覧いただいている皆様にお願いがございます。できる限り忌憚なくそして気軽にチャット内のメッセージをお願いしたいと思います。またもし配信の内容を叶いましたら高評価ボタンもお願いいたします。この高評価ボタンそしてチャット内のメッセージが今試合をご覧いただいていない方々へこのライブ配信をご覧いただく YouTube の斡旋効果を生み出します。できる限り多くの方々にこれをご覧いただきたく皆様のご協力をお願い申し上げます。さあ得点を挙げました島根大学のキックオフで試合再開となります。さあ山口東京理科大リターンに入る。タックル受けながらセカンドへフォートでボールオンを自陣40ヤード付近まで進め、この位置からの山口東京理科大の攻撃に変わります。上石川さんはメッセージありがとうございます。フレックスボーンからの非常に力強い攻撃が印象があるというメッセージでした。この点はメッセージあります通り体力そしてパワーに勝ります島根大学がその技量をふんだんに生かす形で攻撃を展開したという感は受けます。さあこれに対して山口東京理科大が反撃になるでしょうか。ボールオン自陣41ヤードからのファーストダウンテ、パス不成功。まずパスから山口東京理科大入りましたが、このパスはしかしディフェンスのカバーあってか不成功となっています。ダウン1つ変わりまして山口東京理科大学セカンドダウンに変わります。山口東京理科大学セカンドダウン10。
さあこちらのオプションプレーを展開しランニング枠にピッチしましたが、これは島根大学見事に対応しまして、ゲインはほとんどなくサードダウンに変わります。山口東京理科大学サードダウン11、パス成功。クォーターバック24番、右に展開したランニングバック8番にパスを通し、8番なんとかこれを前進させましたが、しかし1ヤード残しフォースダウンに変わります。パスを投じましたクォーターバック24番は朝比奈、佐世保西高校出身3回生、取りましたのは8番の加納谷です。宗像高校出身の4回生です。さあフォースダウン残り1ヤードプレーをします。山口東京理科大学フォースダウンギャンブル。ここでオプションプレーを展開しようとしましたが、そこに島根大猛然とラッシュしまし、このプレーを阻止しました。結果的に4回目の攻撃失敗という形になりましたので攻守交代です。攻撃権変わりまして島根大学に攻撃が変わります。ファンブルをしまして抑えたのは島根大でしたが、いずれにしましても攻撃が4回目失敗ですので攻撃権は変わります。さあ島根大に攻撃がありまして、島根大学相手陣46ヤードからのファーストアンテン、さあここでオプションプレーからクォーターバック自らがキープしました。オプションプレーはランニングバックのハンドオフ、クォーターバックのキープ、ピッチによるオープンへのランプレーの3通りの選択肢の中からプレーを選択します。ここはクォーターバック自らがキープしました。島根大学セカンドダウン4、さあここでトラブルが発生している。判定はどうか。ターンオーバー。ここで島根大学はランニングバックモーションをしました。ウィングバックにトスをして、ウィングバックの走力により攻撃権更新を図らんとしましたが、ここでボールをファンブル。そのファンブルしたボールを抑えましたのは山口東京理科大学でしたので攻守交代となります。ターンオーバー。ここで一気にオプション攻撃により状況打開図らんと島根大学挑みましたが、この一瞬の隙をつきまして山口東京理科大学攻撃権を得ました。ボールオン自陣15ヤードから山口東京理科大学ファーストダウン10。さあランプレーから入りました東京理科大。島根大学もしかし先ほどの状況打開戦とディフェンスが殺到します。このランプレーは結果的にノーゲインとなりました。セカンドダウンに変わります。さあ取り返した攻撃権なんとかつなぎたい山口東京理科大、セカンドダウン10の攻撃に入ります。インターセット、ターンオーバー。ここでパスにより突破図らんという投じたパスを取りましたのは島根大学86番。インターセットにより島根大学攻撃権奪取です。ターンオーバー。見事インターセット決めましたのは36番の野本、三田松雲館高校出身の2回生です。さあ再び
島根大学の攻撃に変わります。島根大学相手陣11ヤードからファーストダウン10、失礼しました、相手陣10ヤードからファーストダウン2ゴールに変わります。4回の攻撃圏でタッチダウンを狙います。さあモーションをしました。ウィングバック36番にトスをしまして左オープンをつかせました。36番、左オープン突破を図りまして約8ヤードのゲインに変えております。島根大学セカンドダウンの攻撃に変わります。島根大学セカンドダウン2ゴール、残り2ヤード。タッチダウン。ここでカウンターダイブをランニング枠10番に託しました。10番そのまま中央に走り込みましてタッチダウン。島根大学6点追加となりました。キック成功、1点追加。島根大学27点、山口東京理科大学8点となっております。横山さんメッセージありがとうございます。東京理科大の1番、確かに非常にハードヒットを続けており受けておりまして厳しい状況でありますが、しかし現在もそれに耐えながら素晴らしい奮闘を見せております。さあしかし島根大学はここで温存しておりましたオプション攻撃を見事に展開し、後半戦有利な形で試合を展開しております。山口東京理科大としてはなんとか打開点を見出したい。島根大学のキックオフで試合再開となります。さあ理科大学リターンできるでしょうか。非常に厳しい状況でしたが理科大見事に抑えておりまして理科大学の攻撃と変わります。レフリータイムアウト、負傷者のタイムアウト。現在負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。山口東京理科大学自陣35ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック24番左に展開したワイドレシーバー10番にパスを通しまして約5ヤードのゲインとしています。パスを取りましたのはワイドレシーバー10番の大城です。延岡高校出身の3回生。トルテさんは確かに双方とも陣営ギリギリという状況で戦っております。が共にこれに勝てば一部になるというその熱意でもってこの試合は行われています。ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして島根大学27点山口東京理科大学8点でこれより攻守方向変わりまして最終クォーター第4クォーターに移ります。